デートン。デートンは、アメリカ合衆国オハイオ州西部に位置する都市。マイアミバレーと呼ばれる地域の中心都市で、同州モンゴメリー軍の軍長所在地である。人口は14万1527人、2010年国勢調査。モンゴメリー軍を中心に4軍にまたがる、デートン都市圏は、人口84万1502人、2010年国勢調査、を数え、 より地域人口の多い州内のアクロンやトレドをしので、州内第4位の規模である。さらに、北東高約4 0トルに位置するスプリングフィールドを含めた広域都市圏は人口100万人を超える。市はシンシナティの北約8 0トルに位置し、デートン都市圏はシンシナティ都市圏の北に隣接している。デートンはライト兄弟を生んだ土地であり、 航空宇宙や先端技術の分野での研究が盛んである。デートン周辺にはライト兄弟から名を取った施設がある。一つはデートン東港のフェアボーン市にキャンパスを構えるライト州立大学である。南西のオックスフォード市に立地するマイアミ大学と並んで西オハイオを代表する州立大学である同大学は医学と航空学の分野で高い評価を得ている。もう一つは 市の北東に位置するライトパターソン空軍基地である。同基地はデートン最大の雇用者であり、アメリカ合衆国空軍の空軍資材軍団、フィムシーが司令部を置いている。1995年11月、同基地でボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を停戦させるデートン合意が成立した。ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボはデートンの姉妹都市の一つである。 ゼネラルアビエーション用のデートンライト兄弟空港には、ライトビーフライヤーのレプリカが置いてある。また、デートンは、工業州オハヨの中でも、有数の工業都市である。デートンには、NCR をはじめ、レーノルズ&、レーノルズ、ケムステーションインターナショナル、リバティバンク、ニューページ、ワークフローン、ハフィ、レクシスネクシスといった企業が本社を置いている。工場は、 自動車関連が多く、デートンを交通の最寄りとした日系自動車工場も近にある。周辺の市町村には、z トエンジン、プロペラなど、航空関連の工場も数多い。デートンは、オハイオの就職格の7年前、1796年4月1日に、入職者の招集団によって創設された。翌1797年には、新品機とデートンを結ぶ道が開かれ、 デートンは、マイアミバレー入職の拠点となった。デートンは1805年には正式な町になった。町の名は独立戦争の大尉、アメリカ合衆国憲法の起草者の一人で、後に、ニュージャージー州選出の上院議員となった、ジョナサン・デートンにちなんで付けられた。1830年代に、エリーことグレート・マイアミ川を結ぶマイアミエリー、運河が完成すると、デートンから、 グレートマヤミ川を上り、運河を通じて、エリーコ岸のトレドへ、さらにその先のエリーコへと抜ける、小取引ルートが確立された。また、グレートマヤミ川を下ればオハヨ川との交流点付近でシ、新シティに通じていた。そのため、この運河を通じた水上交通路は1850年代まで、西オハヨにおける主要な交通ルートであった。 1903年12月17日、デートンで育ち、デートンで自転車屋を営んでいたウィルバート、オービルのライト兄弟は、ノースカロライナ州キティホークに近いキルデビルヒルズの砂丘地で、ライトフライー号を飛ばし、人類初の有人動力飛行に成功した。その後、ライト兄弟はデートンに戻り、翌年には、北西港のハフマンプレイリーで、ライトフライヤー E5 の飛行実験を行った。 しかし1913年のグレートマイアミ川の大洪水によって兄弟のキティホークでのグライダー飛行やハフマンプレイリーでの動力飛行実験を映したネガは損傷してしまった。第二次世界大戦中、デートンは軍需産業で栄えた。デートンや近郊のオークウッドの住宅地ではデートンプランが進められた。これは モンサント社による工業的にポロニウムを生産する方法の開発であった。同社で生産されたポロニウムは広島市や長崎市に投下された方のような初期の原子爆弾を起爆させるために用いれた。デートンに本社を置く NCR 社はその頃は航空機のエンジンや爆弾の標準機、暗号解読機を生産していた。同社が生産した暗号解読機は ナチスドイツの暗号機、エニグマの暗号を解読する上で大きく役立った。第二次世界大戦後もしばらくの間、デートンは工業都市として繁栄を続けた。1960年には人口26万2332人でピークに達した。しかしその後は中西部の多くの主要都市同様、デートンも凋落を始めた。市の中心部の空洞化が進んだ上、 人口や産業が東部や中西部から南部のサンベルト地帯に移っていったためである。人口は減り続け、2010年の国勢調査では14万1527人とピーク時の半分近くにまで減少した。1995年11月、デートン近郊のライトパターソン空軍基地でボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を停戦に導くデートン、合意が成立した。 交渉は11月1日から21日にかけて同基地で行われた。この停戦合意は12月14日にパリで調印され、3年半続いた紛争を終わらせた。デートンはに位置している。市はオハイオ州西部のマイアミバレーと呼ばれる地域に位置し、同地域の中心都市となっている。西にはインディアナポリス、東にはコロンバス、南にはシンシナティ。 北にはトレドが一致し、デートンはそれらの規模の大きい都市のほぼ中間点に近い位置にある、厳密にはややシンシナティ寄りである。公式には、デートンは、オハイオ州中西部に属するとされる。デートンのダウンタウンの中央を、グレートマイアミ川が蛇行しながら流れ、三本の支流が、市内で、グレートマイアミ川に合流する。グレートマイアミ川流域のこの一帯は、マイアミバレーと呼ばれるが、 地元ではその中心都市であるデートンの都市圏を指して、マイアミバレーと呼ぶこともある。アメリカが州国統計局によると、デートン市は総面積146.7、経平方メートル、56.6ミである。そのうち144.5経平方メートル、55.8ミが、陸地で2.2キロ平方メートル、0.9ミが水域である。総面積の1.55%が、 水域になっている。かつてのデートンスプリングフィールド都市圏は、モントゴメリー軍を中心に、マイアミ、クラーク、グリーンの各軍を含む4軍にまたがっていた。2000年の国勢調査では、デートンスプリングフィールド都市圏は95万558人の人口を抱えていた。2003年に、クラーク軍がスプリングフィールド都市圏として分離独立し、 デートン都市圏は残った3軍にプレブル軍を加えた4軍と定められた。また、それに伴って、新デートン都市圏とスプリングフィールド都市圏を合わせたデートンスプリングフィールド広域都市圏設定された。デートンスプリングフィールド広域都市圏は2010年の国勢調査で人口107万2891人を数える。デートンは古い町であるが、ダウンタウンには、 幅の広い四車線の直線道路が五番の目のように整然と走っている。そのため時代が下り、自動車がメインの交通手段となっても、デートンの道路は交通に十分耐え得てきた。通りの幅が広い理由としては、デートンは町ができた当時からマーケティングや物流の拠点であったことが挙げられる。三から四組の牛に引かれた牛車がトンボ帰りをすることができるくらいに、 道は広く作られていた。加えて、現在の市内の通りのいくつかはかつては橋気を通すための側道のついた運河を埋めたものあることも理由として挙げられる。古い町であるデートンには歴史的な建物も数多く残っている。デートンの地方裁判所は1888年に建てられた新古典主義建築のもので21世紀に入った現在も使用されている。 現在の地方裁判所が建てられる前に使われていた旧地方裁判所はギリシャの神殿を模した建物で1850年に完成し現在も残っている。デートンの9つの歴史地区には新古典主義建築の他19世紀から20世紀前半にかけての様々な様式の建築物が立ち並んでいる。デートンの代表的な超高層ビルとしては 高さ124メートルのケッターリングタワーと117メートルのミードウェストバコタワーが挙げられる。ケッターリングタワーは、かつてはウィンターズバンクが本店を置き、名称もウィンターズタワーといった。バンクワンがウィンターズバンクを合併した後、ビルはバージニアケッターリングにちなんで、現在の名称に改められた。デートンとその一帯は、温暖室潤気候と、 冷帯湿潤気候のちょうど境界線上にあり、一年を通して降水量がほぼ一定で、四季がはっきりとしている。デートにおける観測史上最高気温は摂氏38.9度、最低気温は氷点下31.7度である。平年では夏の最高気温は摂氏30度、冬の最低気温は氷点下7度ほどである。 年間降水量は950ミ、mm、リメートルほどである。中西部の他地域同様、デートンの周辺は厳しい気象条件に置かれている。春から秋にかけては竜巻が発生しやすい。時折激しい雷雨にも見舞われる。冬にはブリザードが吹く。また、デートンでは洪水も起こりやすい。1913年にはグレートマヤミ川が大洪水を起こし、 街の通りのほとんどは冠水した。デートンはシティマネージャー制を取っている。1913年にシティマネージャー制への移行を採択し、翌1914年から移行したデートンは、全米で初めてシティマネージャー制を採用た都市の一つである。デートンの市議会は5名の議員からなり、うち一人が市長を務めるが、市長はあくまで5人の議員のうちの一人でしかなく、 市議会において議長を務めるのみである。実際の行政は市議会が政策に応じて採用したシティマネージャーが主体となって行う。シティマネージャー制への移行以前はデートンは市長制を取り市長の下に7名の議員からなる市議会を有していた。議員の任期は4年で1回の選挙で2名が改選される。選挙は2段階に分かれており まず第一選挙での上位4名が普通選挙に進み、そこでの上位2名が当選となる。1969年までは、市長も他の議員と同時に委員として選出されていたが、1970年以降は、市長は、残り4人の議員とは別の選挙で選出されている。大統領選などとは異なり、デートン市議会議員の選挙は原則として政党による、縛りを受けないが、実際には、 共和党、民主党の両方が候補を出している。1976年以降、デートン市議会では民主党が圧倒的に優位に立っている。市議会のほか、デートンには委員7名からなる優先委員会が設置されている。優先委員会は1975年にデートン市議会の採決で設置が決まったもので、市議会やシティマネージャーが取り扱う行よりも、 もっと地域に根差した政策を提案、実施する。具体的には、優先委員会は、地域の開発、再開発や、市の財源の地域への分配を計画し、市に対して提案していく。優先委員会の委員は、ダウンタウン、フロック、インナーウエスト、ノースウェスト、ノースイースト、サウスイースト、サウスウェストの7つの地域から各1名ずつ、選出される。 中西部の多くのタトシ同様、製造業を中心としたデートンは1960年代を境に長落し、治安が悪化、犯罪が増加した。近年では、犯罪率は低下傾向にはあるものの、依然として高い水準である。連邦捜査局 FBI の2005年のデータによると、デートンにおける殺人、強姦、強盗、与党、自動車窃盗の発生率は、 全米平均の2倍以上である。2005年のモーガンクイット農舎の調査では、デートンは全米で17番目に危険な都市であると報じられた。過去のモーガンクイット農舎の調査においてもデートンはワースト25の常連で、2003年には過去最悪のワースト7位であった。オハイオ州の都市の中でも、デートンの犯罪率は、クリーブランドよりは低いものの、新種の木と、 ほぼ並ぶ水準で、トレドよりやや高く、コロンバスよりかなり高い。近年廃墟と化した建物の取り壊しのための財源が積まれ、再開発が進みつつあるものの、空洞化の進んだデートンの中心部では依然としてそうした建物が数多く残っている。地元では、こうした建物は犯罪や麻薬の温床となっていると言われている。 これらの廃墟と化した建物が並ぶ様は、デトロイト、フリント、ゲーリーといったより、犯罪率の高い都市を引き合いにして例えられることも、ある。ただし一個だけ住宅は、デートン市街ではなく行政区分では市街になる、周辺に多いため、一般住民にとって、他の都市に比べて特に犯罪が多いということには、直結しない。デートンの玄関口となる空港は、 死の北約1 4トルに位置するデートン国際空港である。1936年に設置されたこの空港はかつてピードモント航空がハブ空港の一つにしていたが、同社が US Airways に合併されると間もなくハブ空港としての機能を失い、コロンバス、インディアナポリス、グランドラピッツといった都市への短距離便を発着させるための中西部における 拠点空港の一つに留められた。しかし現在においても主要航空会社のハブ空港からの便が多数発着する。周回高速道路 I-70 に接続しているためアクセスにし便で空港使用量が安いためコロンバスやシンシナティ、インディアナポリスなど近隣の都市の住民もこの空港を利用している。2004年には144万6673人が このデートン国際空港を利用したターミナルビルが大きすぎずレンタカーの駐車場も徒歩でアクセスでき周辺道路の混雑もあまりないため旅行者には便利な空港であるデートンのダウンタウンを週間高速道路 I-75 が南北に走っている I-75 はミシガン州スーセントマリーのカナダ国境からフロリダ州のマイアミ近郊まで 中西部から南部を南北に横断する幹線である。この I-75 は、市の北で大陸を東西に横断する幹線の、周回高速道路、I-70 と交差している。市の東から南にかけては、I-75 の支線で、デートンの環状道路となっている、I-675 が通っている。これらの高速道路上には、グレーハウンドの長距離バスが走っており、 シンシナティとデトロイトを結ぶバスや、コロンバス、ニューヨーク方面とインディアナポリスセントルイズ方面を結ぶバスが、デートンのダウンタウンにあるバスターミナルに停車する。デートンはかつて、オハイオ電鉄や、シンシナティアンドレイ・クエリー鉄道の主要な駅を有する、鉄道交通においても、中心となる都市であった。しかし、現在では、アムトラックの路線はデートンを通っていない。 デートン市内及び周辺の公共交通はデートン都市圏地域交通局の運営する路線バスによってカバーされている。ルタは通常のディーゼルバスに加え電動のトロリーバスの路線も有している。トロリーバスは八百八十八年から営業運転をしており、全米5都市に現存する電動の多くの都市で使用されている観光用のディーゼルエンジンやガソリン円のものは 含めないトロリーバスシステムの中では、最古のものである。航空の歴史を反映し周辺には、一般航空用の空港が高密度に存在し、小型飛行機の運用が盛んである。航空の基盤が整備されているため自作飛行機、グライダー、スカイダイビングなど、スカイスポーツの人口も多い。市の中心部をはじめ自転車道が整備されてきている。 レートン都市圏内には著名な大学が2校ある。一つはダウンタウンの南約2キロメートル n c r 本社の近くにキャンパスを構えるレートン大学である。公明から州公立大学であると思われがちであるが、レートン大学は1850年創立のカトリック系中規模私立大学である。同学は法学、特に特許、商標、著作権といった 私的財産権の分野で定評がもう一つは、東高のフェアボーン市に立地するライト修立大学である。ただし、ライト修立大学の正式な郵便用住所は、フェアボーンではなく、デートンになっている。この修立大学の校名は、ライト兄弟から付けられており、公式ロゴにもライトフライヤー号が描かれている。マイアミ大学と並んで、西オハイオを代表する、 州立大学の一つである同学は、九百六十四年に、オハイオ州立大学とマイアミ大学の、デートン文庫を分離、統合してできた比較的新しい大学であるが、医学と航空学の分野では、高い評価を得ている。このほか、デートンには看護学や、保健学などの分野で学士及び、準学士の学位を授与している、ケターリング医科学校や、1887年に、 YMCA カレッジとして設立され、約2万4千人の学生を抱える、全米最大規模のコミュニティカレッジの一つに数えられる、シンクレアコミュニティカレッジがキャンパスを置いている。デートンの K12 かほどは、デートン公立学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。デートン公立学区は小学校24校、うち14校は中学校までの一貫教育。 中学校3校、高校7校を抱えている。これら、デートンの公立学校は、合計1万7000人の児童、生徒を抱え、オハイオ州内では、第6の規模である。1990年代、デートンの公立学校における生徒の学力は、オハイオ州内で最低レベルであった。2000年代中盤に大規模な建て直しがなされ、学区は緊急事態から脱却し、 継続的改善に持ち直した。学校が新設され、デートン初の女子校も設立された。デートン公立学区は、A New Days ニング新しい日が明けていくをモットーにしている。しかし2007年5月8日、教育課税案が否決され、その結果1クラスの人数が増加し、スクールバスなどの交通サービスや、体育プログラムがカットされるなど、デートンにおける、 教育行政事情は依然として厳しい。日本人学校は近隣にないので、日系自動車工場のあるトロイのオハイオ西部日本語、学校、補修校、もしくはコロンバス、日本語補修校が最寄りの学校となる。レートン美術館は1919 19年にダウンタウンの豪邸を利用して開館し、1930年にグレートマヤミ川を挟んだ対岸の現在の位置に移された。 5500平方メートルを超えるルネサンス町の建物を有する。この美術館は1974年に国の歴史的ランドマークに指定された。同美術館は5000年以上の時代にわたる2万点以上のコレクションを有している。ライトパターソン空軍基地内にある国立アメリカ空軍博物館は1909年にライト兄弟が開発した。 ミリタリーフライヤー号のレプリカをはじめ、400機以上の戦闘機やミサイルを展示している。デートン航空遺産国立歴史公園は、ライト兄弟とポール・ローレンス・ダンバーを記念して、作られた広さ35万平方メートルに及ぶ歴史公園である。デートン地域の南端にあるサンウォッチー・インディアン・ビレッジは、12世紀のネイティブ・アメリカンの村を再現した。 マイアミバレーのネイティブアメリカンの歴史や、フォートエンシェント文化について学ぶことのできる野外博物館である。1971年から1988年にかけて発掘がなされ、その後一般に公開された。サンボッチー・インディアン・ビレッジは、国の史跡及び歴史的ランドマークの両方に指定されている。演技芸術の施設もいくつかある。ダウンタウンにある。 ベンジャミンマリアンシュスター演技芸術センターでは、デートンフィルハーモニックオーケストラや、デートンオペラが公を行っているほか、各種コンサートや公演、ブロードウェイのミュージカルの公演も行われている。同じくダウンタウンに立地する、ビクトリアシアターは1866年にターナーオペラハウスとし、建てられた歴史的な建物である。1967年に、 デートンの経済状態の悪化のために取り壊されそうになったが国の史跡に指定されたことで取り壊しを免れた。2003年にベンジャミンマリアンシュスター演技芸術センターが開館するまではデートンフィルハーモニックオーケストラやデートンオペラはここで公演を行っていた。現在では各種演劇やミュージカル、バレエの公演が行われている。デートンの南に隣接する ケッターリング市にあるフレーズパビリオンでは国内外でなお知られるミュージシャンのコンサートが行われる。ダウンタウンの南グレートマイアミ下半にあるデートン大学アリーナはデートン大学のスポーツイベントのほか、コンサートや各種イベントの会場としても使用されている。デートンの西に隣接するトロットウッド市にあるハラアリーナやライト州立大学のキャンパスの近くにあるナッターセンターも スポーツイベントやコンサートの会場として使われる。ハラリーナでは、デートンアマチュア無線協会が、北米最大であるばかりでなく世界で最も有名な、アマチュア無線祭、デートンハムベンションを毎年開催している。ナッターセンターは、ライト州立大学のスポーツチームや、地元のプロアイスホッケーチーム、デートンボンバーズのホームとなっている。全米アマチュアトラップ射撃協会と、 トラップ射撃博物館がデートン国際空港の近隣にあり、日本から競技銃を調達しに来る人もいる。デートンの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。2010年国勢調査。以下にデートン市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。デートンは以下の5都市と 姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。